ジベレリン A3 の構造式が十二の構造式ジベレリンはある種の植物ホルモンの総称である成長軸の方向への細胞伸長を促進させたり種子の発芽促進や休眠打破の促進、老化の抑制に関わっている。また、大気心の作用を高めることもわかっている日本人技師黒沢栄一が世界で初めて発見した植物ホルモンであり矢豚サ次郎が 結晶化と構造決定をした。2009年12月現在、136種類が確認されており、ジベレリン A1 からジベレリン A136 と命名されている。農薬として用いる場合は、特にジベレリン A3 をジベレリンと称することがあり、ジベレリンもしくはジベラとして販売されている。生産量、消費量ともジベレリンのうち A3 が最大である。 すべての基地のジベレリンは、ジテルペン酸である、色素体において、テルペノイド経路によって合成され、その後小胞体及び細胞質ゾルにおいて、活性型に収縮される。ジベレリンは酸肝性のジテルペン酸であり、炭素数19と20の2つのグループが存在する。ジベレリン酸など炭素数19のジベレリンは、20位の炭素が欠如している代わりに、4位と10位の炭素をつなぐ。 コインカンラクトン構造を有している炭素数19のジベレリンが一般的に生物活性を示すヒドロキシル元が活性に重要でありジベレリン酸など産業予備13位炭素がジヒドロキシル化されたジベレリンが最も活性が高いジベレリンは種子の発芽促進や休眠打破の促進に関与している光合成器官が未発達の発芽初期段階においては 澱粉に貯蔵されたエネルギーが内儀に供給される。通常発芽においては、種子が水にさらされるとすぐに、内胚乳において澱粉がクルコースへと分解される。種子胚中のジベレリンは、アリューロン細胞中のアルファアミラーゼの合成を誘導することにより、プ粉の加水分解を導く。ジベレリンによるアルファアミラーゼの誘導においては、胚盤で生成したジベレリンがアリューロン細胞に拡散し、 シグナルを伝達することが明らかにされている。水分を吸収した種子を低温下に置くと、種子の休眠が打破されるが、低温処理によってジベレリン性合成遺伝子が活性化し、ジベレリンが大量に生合成されることが明らかにされている。ジベレリン受容体は2005年に発見された。通常はデラタンパク質と呼ばれる一群の抑制因子が働き、 が誘導遺伝子の転写を抑制している。がが、核内需要体義ド1に結合すると、指ンマイナスプロテアソーム系により、デラタンパク質が分解を受け、が誘導遺伝子の転写が開始される。ジベレリンは、農薬として、紳士や、噴霧散布等をし、種なしブドウの生産、果実の落下防止、成長促進などに用いられることが多い。こうした操作を、ジベレリン処理という、 ジベ処理と略することも多い。ジベレリン処理により、ブドウ果実の成長が促進されることは、1957年にカリフォルニア大学デイビスコーノロバーと J. ウィーバーらによって発見され、1962年にはカリフォルニアでジベレリンを使用したサルタナ種の大規模な栽培が行われた。日本においては、1957年末に十木教授を会長とする、 ジベレリン研究会が発足。1958年10月園芸学会昭和33年周期大会において、ジベレリン処理について、ブドウに対するジベレリン処理主験ジベレリン処置が、過保、石管、歯の伸長、体内移動及び特殊的変異現象に及ぼす影響、ブドウに対するジベレリン処理主験ジベレリン処理が開花、成熟期、無核化造成及び、下流の肥大、 下流の着色に及ぼす影響、果樹に対するジベレリンの影響に関する試験、ブドウの血実に対するジベレリン処理効果の発表があり、京都府農師単語市場からは、ジベレリン処理により100から97.6%の無核化と 0.97g の平均果樹を増生している報告があった。1950年代後半に、岸光雄がジベレリンを用いて、 エラウェアの下流を大きくする試験を行っていた過程で、偶然に種ができずに大きくなることを発見し、種なしぶどう生産の実用化につながった。食紅で着色されたジベレリン溶液山梨県甲府種なしぶどうを生産するために行う。具体的には、粉末状のジベレリン A3 を必要量水に溶かしジベレリン水溶液を作る。それをカップ状の容器に入れ、ぶどうの房を カップの中の水溶液に浸止する。この処理は、ぶどうの棒一つ一つに対して手作業で行わなければ、ならず、かなり手間のかかる作業である。なお、ジベレリン自体は、無色透明であるので、このままであると、処理済み果実との判別ができなくなるので、食紅等で溶液は着色させている。着色させることにより処理した果実には、色がつき、処理済みか否か判別できる。また、 ブドウの品種ごとに開花からの日数で処理すべき、最適な日数は異なり、仮に最適日が雨でも浸種作業は行われる。品種により感受性が異なることから、種なしかされやすい品種と種なしかされにくい品種がある。杉やヒノキに水溶液を散布、またはペースト状にしたジベレリンを、樹幹や枝に埋め込み、着火を促進させる。最終園で行われることがある。ありがとうございます。